山寺です。大正に来てます。こちらね、あの釣り具屋さん、リカーショップの木谷さんなんですよね。ちょっとね、珍しいあの携帯ですが、酒屋さんやりの釣り具屋さんやりの立ち飲みやってるんですよ。ちょっとね、こちらのお店で飲み食べしたいと思います。木谷さん来ました。まずはですね、チューハイいただきたいと思います。お疲れ様です。あ、うまい。もうね、久しぶりに、多分1年ぶりぐらいに来たと思いますが、ここはね、あの常連さんが多くて、釣り具屋さんとあの酒屋さんと、立ち飲みが、トリプルでやっておられます。まずはですね、肉じゃが、これね、じゃがいもがなんかホクホクしてる感じでうまそうです。いただきます。肉じゃが、うまっホクホクしてめっちゃくちゃ美味しい。チューハイ、美味しいわ。でね、これはちょっと肉水なんですよ。ちょっとお裾分けでいただいたんですけど、肉水いただいてみます。うん、うまっ。あの優しい味で、ほんまにあの牛肉のお出汁がしっかり出てうまい。最高、木谷さん最高ですね。あかん、この角打ち、これぞなんていうの、角打ち中の角打ちですわ。こちらですね、サバの塩焼きなんですけど、お腹の部分ですね、ガブラが乗ってますやん。これすっごい乗ってると思いますね、これね。ちょっといただきます。塩焼き、ちょっと何も醤油も何もかけなくていただいてみたいと思います。美味しい。あ、もうね、さすがに塩焼きだけあって、あのちょうどいい塩加減で、醤油かけなくて美味しいです。というかお腹の部分なんで脂が乗ってますんで、あのご飯が欲しくなりますわ。もちろんこのお酒もね飲めるんですけども、ご飯が欲しくなるね。素晴らしいですね、角打ち最高ですね、木谷さん。あ、うまい。また肉じゃがも美味しくてね、うまっ。もう手作りのね料理がたっぷりあって、大正激アツですよ。うん、うまっ、最高。2杯目でチューハイ、もうね結構酔ってますよ。今ね、あの4時過ぎなんですよ。大正の角打ち、木谷酒店さんね。ここは釣り具屋さんもやりながらの、あの角打ちもやって、酒屋さんもやって、すごいですよね。ここは本当にね、あの、うん、角打ちの鏡って言うていいほどすごいですよね。あてもまた美味しいんですよね。最高です。山寺ビーム。こちら、唐揚げですわ。あのこのお店のね、結構ね、あの名物とか自慢らしいんですよね。美味しそう。いただきます。うまそう。あ、うまっ。あ、うまっ。あ、うまっ。しっかり下味がついて、あの空間で、ボリューミーですわ、これ。熱いんですよ。それ揚げかけば熱くの分かりますもん。うまっ。
うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。なんかね、木谷さん楽しいっていうか料理が美味しい。この唐揚げもねすごいジューシー、うん、うますぎて、うまくそう、うん、これね胸肉と思うんですけど、胸肉にしてもすごいジューシーです。うん。これは揚げ方かな。うま。最高。もうね今日は飲みすぎました、ごめんなさい。エンディングねいつもやったら外で撮影するんですけど、釣り話してますよ。あ、そうですよ、絶対ここめちゃくちゃいいんですよ、もう最高です。ルアーとかめっちゃ持ってるんですよ。あ、もう分かります、やってほしいですよね、うん、ありがとうございます。いつもよろしければチャンネル登録もお願いいたします、うん、今日はね酔っ払いましたね。